皆さんはバブルの可能性を、ちょっとごめん、噛んじゃった。皆さんはバブルの可能性を感じたことありますか？あのバブルって中にさ、入れるじゃん。で、敵の攻撃をガードすることができるじゃん。でそれを、まあ、どんだけ耐えれるのかなっていうのを、ごめんね、今日神々で。ひげおくん準備できましたか？今から俺がバブルの中に入るので、ちょっと、撃って、倒しに来てください。バブルどっか行かないようにしない。よいしょ。OK！ で、これを、ひげおにやられないように、耐える。やべやべやべ、え、何やってんの？ひげおくん中に、ひげおくんバブルの中に入ってきて死んじゃった。さっきヒリオくん中に入って死んじゃったからもう一回やりたいと思います。いきます。1、2、おい、危ない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 。でこの中で、まあ、どんだけ耐えれるのかなっていう。全然全然いけそうじゃない？めっちゃ頑張ってるけど。あ、割れた待って。あ、でもあれか、時間で消滅したのか。はい、ひでおくん一人じゃ無理だということなので、二人に変えました。二人の攻撃を耐えていこうかなと思います。やべ、危ない。や、めっちゃ攻撃されてる。でも耐えてる。なんか一人死んだ。またひでおくん一匹いなくなった。ひでおくんまたいなくなった。でも二人は耐えれるってことすごくない？結構。二人余裕っぽかったので、一気に4人に増やしました。いきます。いや、打ち始め早っ。待って、やばい、4人もやばい。あ、でもいける？くそ、耐えられなかった。なんかいけそうだよね。なんかいけそうだから、ちょっともう一回いきます。ヒデオ4人で。よし。はい、オッケー。来い。打って来い。いける。やべ、どんどんちっちゃくなる。どんどんちっちゃくなる。どんどんちっちゃくなる。くそー。なんかでもいける気がするんだよな。仲間増やしたわ。そっちが4なら、こっちも2で対抗しようかなって。の仲間増やしてきたから、これでちょっとやってみる。いくよ。2、3、はい。はい、打つ、これ打って、あ、割れた。おー、早々に割れた。